はい、皆さんどうもどうも、ハラハラです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は最近になってゲスの極み求めにハマっています。今更感満載ですが、バンドとしてのレベルが非常に高く、特に川谷絵音の作詞能力には驚かされています。さて今回はですね、こんな前振りをしておきながらですが、視聴者様からのリクエストがございました。ザ・ガセットのボーカリストルキについて解説していこうと思います。ザ・ガセットといったら2000年代を代表する VK バンドですよね。私がこのバンドを知ったきっかけが、 YouTube でディル・アングレイのライブ映像を見ていた時に、ビルズ・イン・ザ・ビューティーのミュージックビデオが関連に出てきてまして、それを見た時からザ・ガゼットに対してドハマりしてしまいましたね。特に今回紹介するルキの歌声に自分は惚れましたね。彼の歌声はとにかく耳障りが良くて聞きやすいのが特徴的で、綺麗な VK の声をしています。彼はただ綺麗に歌を歌い上げるのではなく、時には激しい声も出し、シャウト、そしてフォールスコードも扱うことができ、歌えるジャンルが広いことも魅力的であります。そして彼は作詞も担当しており、人間関係やメディア、音楽業界、社会問題や性犯罪、戦争などに関連付けられた彼独自のメッセージ性の強い詩が特徴的です。私がハマった曲でもあるフィルス・イン・ザ・ビューティーは近親相関を表す曲です。確かに直訳すると、美しさの中にある醜さと訳すことができるので、家族というものの美しい中で行われる醜い行為のことを指しているのかと思われます。ちなみにですが、彼は作詞クレジットでは流れる鬼と書いてルキという名義を用いていて、2011年発売のボルテックス以降はローマ字表記のルキとなっております。彼はボーカリストとしてのセンスも高い人物なのですが、一人の作詞家としても面白いものを持っている人物であると思います。ルキこと本名松本孝之は1982年2月1日に神奈川県に生まれます。彼の家庭はしつけがとても厳しい家庭で、小学生の頃から英才教育を受け、書道やそろばん、学習塾、スイミングスクールに通うクラスに一人はいるであろう忙しい少年でした。しかし本人自体は意外と少年らしく、親の目を盗んで何度か塾とかをサボっていました。そしてサボるたびに外出禁止にされていたそうで、ルキは勉強するぐらいだったらサボって外出禁止を食らうぐらいの方がちょうどいいと当時思っていたそうです。またその頃はファミコンが流行っていた時代であったため、他の友達は買ってもらっているのにもかかわらず、なぜうちは買ってくれないのかという疑問を抱き、それを両親に話すたびに怒られていたそうで、その影響からかファミコンがトラウマになって今でも嫌いだそうです。そんな厳しい家庭で育つ中で、彼が抱いていた夢が漫画家でした。彼はその頃絵を描くのが大好きで、漫画本も塾で勉強している最中にこそこそ読むほど漫画が大好きでした。そして彼は小学4年生の頃から音楽にハマり始めます。きっかけは兄が持っていた X のアルバム「ファニシングビジョン」を兄の部屋で一緒に聴き始めたことからだそうです。しかしそのアルバムのジャケットがちょっとエッチなジャケットだったので、聞くたびに怒られていたらそうなのですが、そのジャケットに心惹かれたルキはお兄ちゃんの部屋にこっそり入って聞いていたそうです。兄がメタル好きということもあり、 X の他にハロウィンやガンズ&ローゼスも聞いていたそうで、当時ホラー映画も流行っていたこともあり、その影響から映画に使用されているヘビメタ系の楽曲も当たり前のように聞いていました。なかなか変わった少年ですよね。そして彼が本格的にバンドをやり始めたのは中学3年生の時でした。修学旅行の出し物で友達とバンドをすることになり、担当楽器をじゃんけんで決めた結果、ルキはドラムになりました。そこではセックスピストルズのボディーズを演奏しました。修学旅行でセックスピストルズやるのってちょっと勇気いりますよね。中学校を卒業したルキは彫り師を目指して芸術系の高校へ進学します。そしてデザインを学びながらも友人と鎖鎌というバンドを結成しました。このバンドはビジュアル系ではなく、ルキはスパイキーヘアにヒゲを生やし、制服を切り刻んで安全ピンで留めるなど、パンクロックに近いファッションをしていました。しかし順風満帆な高校生活を送っていたルキなのですが、3年生の夏休みに高校を中退し、ルキは家出をしました。その頃からバンド活動を本格的に始め、ビジュアル系バンドをしていた友人のバンドにサポートメンバーとして加入した際に、初めてビジュアル系のメイクをしました。そのバンドでルキはメイクを施した自分に衝撃を受け、ビジュアル系の世界へのめり込んでいきました。
ルキが初めて組んだ VK バンドがミコトというバンドで、当時はカエレという名義で活動し、ドラムを担当していました。そしてミコトが横浜のとあるライブハウスでカラスというバンドと対バンすることになったのですが、そのバンドには後のガゼットのメンバーとなるウルハとレイタが所属していました。ルキはその2人に魅力を感じ、彼らとバンドがしたいという気持ちからかミコトを解散し、ミコトのボーカルとギターにウルハとレイタを加え、マディキューセというバンドを結成しました。しかしメンバーの考え方の方向性の違いにより解散してしまいました。その後はルキ、ウルハ、レイタに加え、ルキの友人を誘ってカルテチアノーゼというバンドを結成したのですが、ボーカルがしっくりこないという理由からウルハの勧めによってルキはボーカルへ転向しました。それを機にバンドを一新するという理由からカルテチアノーゼは活動を3ヶ月で解散します。カルテチアノーゼ解散後はルキ、ウルファ、レイタにアオイとユネを加えガゼットを結成します。この頃からルキ名義で活動するようになりました。その後ガゼットは2005年秋にカシスでメジャーデビューし、2006年にはダウンタウンのヘイヘイヘイにも出演しています。そこでルキは家出はしたものの、人気が出てからは親父から応援の電話が来ると語っていました。そしてガゼットは2010年に東京ドーム公演など数々の大型公演を行い、日本の VK には欠かせないバンドとなりました。日本を代表する VK ロックバンドのボーカリストとなったルキさんなのですが、過去に薬指につけている指輪やフライデーで報道されているという噂から結婚しているのではないかという噂が流れていたのですが、彼自身に結婚願望がなく、フライデー報道に関してはファンが作ったコラ画像だったそうです。しかしルキは結婚願望こそないものの、ペット愛がとても強くて愛犬のチワワのコロンちゃんを飼っています。彼はバンドをやっていなかったらペットショップで働いていたのかもしれないというほどペットを溺愛しています。ルキさんについて私自身初めてこのように深く知ることができて、ルキさんは他の人間では歩めないような厳しい家庭環境であったりパート転向などといった人生を歩んできたことによって唯一無二の存在となったのではないかと私は思います。以上が今回の内容です。皆さんのご意見そしてご感想をぜひコメント欄でお聞かせください。ハラカラ J ロックではできるだけ短く日本のロックバンドについて紹介をしております。皆さんもチャンネル登録をして僕と一緒に日本のロックバンドについて詳しくなっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。